ソファーで寝ている息子の嫁の無防備な姿に、私は息を呑んだ。酔いつぶれている今なら、私はダメだと分かっていながら、欲情した気持ちを抑えることができず、ゆっくりと手を伸ばした。すると次の瞬間、5年前に私は妻を失った。病気に気づいた時にはもう手遅れで、妻は2年ほど闘病した後、眠るように旅立ったのだ。私は家族のために仕事に邁進し、不自由ないぐらい金を稼いだが、どんなに金をかけても妻の病気は治らなかった。悲しみに暮れ、食事も喉を通らない日々が続いていく。それでも何とか持ち直し、ここ2、3年で元のような普通の生活を送れるようになった。それは息子とその嫁、そして今年2歳になる孫の存在が大きいと思う。ことあるごとに私を心配し、息子一家は私に寄り添ってくれたのだ。妻がいなくなって以来、何度も息子たちに救われている。そんな私は大きな家で一人、酒を片手に好きな映画を見るのが趣味だ。妻が生きている時もよく2人で映画を見ていた。元気にしてるかな。そんなことを考えていると突然スマホが震えた。息子からのメッセージだ。息子夫婦と2歳になる孫は月に一度我が家に泊まりに来る。妻を失った私に気を使ってくれた息子が設けてくれた集まりだ。私はそんな息子たちに会えることが人生で一番の楽しみになっていた。そして待ちに待った週末、息子一家は夕方我が家にやってきた。孫は靴を脱ぐとリビングにかけていき、息子はそれを急いで追いかけていく。最後にゆっくりと息子の嫁の美咲が入ってきた。お父さん、お邪魔します。これよかったら。ありがとう。いつも悪いね。美咲は我が家に来る際、必ず私の好きな酒を持ってきてくれる。と言っても、美咲も一緒に飲むのだが。そんな美咲は、亡くなった妻によく似ている。顔立ちや穏やかな性格だけでなく、映画や酒が好きなところもそっくりだ。どこか懐かしさを感じてしまうほどに。それから少しして、息子たちとリビングで夕食をとる。普段一人と会って、賑やかな孫の食事風景や会話が楽しくて仕方がない。しかし、孫は食事が始まってすぐに、うとうとと眠たそうに揺れ始めたのだ。そして、遊び疲れたんだろうと言いながら、息子は孫を抱き上げ、2階の客間に連れて行った。きっとひろきくんも一緒に寝ちゃうと思いますよ。そういう美咲の言葉通り、息子が2階から降りてくることはなかった。美咲さんももう寝るかい？私が気を利かせて息子の嫁に聞くと、まだ飲み足りないので、と言いながら笑顔でお酒を注いできた。その様子を見ると、私も自然と笑顔になる。美咲と2人で話すことはなかなかないが、趣味が合うので話は尽きなかった。打てば響くような会話に妻との日々を思い出し、私の心に幸せな気持ちが溢れていく。ずっと話していたい。そんな風に思うほど楽しい時間だったのだ。そして、1時間ほど話した頃、美咲が小さなあくびをした。ごめんなさい、お父さん、私も眠くなっちゃったみたい。引き止める理由が思いつかなかった私は、早く休みなさいとだけ伝える。そうして美咲はすぐにひろきのいる客間へ向かった。一人になったリビングで酒を飲むが、先ほどよりも味気ない。私もささっとリビングを片して自分の部屋で寝ることにした。そして翌朝、早い時間に息子たちは出かけていく。今日はテーマパークに行くらしい。楽しそうな背中に自分自身も楽しくなるが、いざ一人家にいると寂しさが一気に押し寄せる。昨夜の美咲との楽しかった時間、私は美咲のことばかり考えていた。それからしばらくは、翌月の息子たちが来る日を楽しみに
毎日を過ごしていた。そして時が経ち、ついに息子たちが泊まりに来る日。今回は3連休を利用し2泊していく予定だ。息子たちとゆっくり過ごせると私はこの日をとても楽しみにしていた。また美咲と話せるだろうか。先月の楽しい時間を思い出し、私は今回もと期待してしまう。息子たちは夕方我が家に到着。美咲はいつものように酒を差し入れしてくれた。夕飯は孫のリクエストで先月同様焼肉だ。いつものように談笑し、息子たちといろいろな話をした。そうしていると、この日も孫が食事中に眠くなってしまったようで、うとうとする孫を息子はすかさず抱き上げ客間に連れて行く。私と美咲はその様子を見ながら会話を続けていた。それからしばらく話していたが、息子が戻ってくることはなかった。また息子は寝落ちしてしまったのだろう。美咲さんも眠くなったら気にせず寝なさいね。早速訪れた美咲との時間に喜びがあふれるが、バレないように一応気を利かせ、美咲に声をかけた。美咲は笑顔でうなずいたが、でも、と言いながら酒を私と自分のグラスに注ぐ。今回もお父さんとお話ししたいです。美咲が自分と同じように思ってくれていたのだと知り、私はつい頬が緩んでしまった。そして、もし美咲との時間ができたらと期待し、用意していた映画の DVD を棚から取り出す。見たいと言っていただろう？今からどうかな？美咲にそう聞くと、ぜひ、と嬉しそうにうなずいてくれた。用意した映画は数年前に流行ったラブコメディ。美咲と酒を飲みながら映画を見る時間は想像していた以上に楽しいものだった。そうして酒も進み、ふわふわした気分。映画はハッピーエンドに向かっていた。ふと、私は隣の美咲が静かなことに気づく。横に目を向ければ、酔って寝てしまった美咲がソファに寝転がっている。もう寝てしまったか。私はそう思いながら、風邪をひかないようにと、近くにあったタオルケットを手に取った。そして、タオルケットをかけようと美咲に近づいたとき、無防備な美咲の姿に私はドキッとしてしまった。なぜなら美咲は少しだけ肉付きがいいからだ。膨らみも際立ち、短パンから伸びる足は白くむっちりとしている。妖艶なその体は男性を高ぶらせるには十分なほどに生めかしい。こんなに美咲の体をじっくりと見たのは初めてだった。息子の嫁に、不らちな考えが次から次へと溢れ出てくる。まとっているもの、その先にある美咲の本当の姿、一体どんな感じなんだろうか。そんなことを考えていると、酒を飲んでいることもあってか、私の体はどんどん熱くなっていった。私は高まった欲望を抑えきれず、タオルケットをかけ終わると同時に美咲の T シャツに目を向ける。寝てるから大丈夫。私は美咲を起こさないように、襟元からその先を覗き込んだ。すると、清楚な外見とは裏腹に、美咲は黒を身につけていた。白く張りのある早球がこぼれそうになっている。私は無意識にごくりと唾を飲み込んだ。一瞬、息子の顔が頭をよぎったが、それでも自分の欲には抗えず、私は美咲のその膨らみにそっと手を伸ばす。私は今から美咲の体に。そう思うと、一気に体が熱くなり、今までに感じたことのない快感を覚えた。しかし次の瞬間、誰かが階段を降りてくる足音が。私は慌てて手を引き、タオルケットをかけ直した。父さん、まだ起きてたのか。息子が目をこすりながら入ってくる。映画を見ていたんだが、美咲さんが寝てしまってね。息子の登場に音が聞こえてしまうのではないかというほど胸が早金を打った。酒飲むとすぐ寝ちゃうからな。普段と変わりなく話す息子は何も気づいていないようだが、後ろめたい私は息子の視線から逃げるように目をそらした。
風邪をひくといけないから寝室に連れて行ってあげなさい。父らしく言葉をかける。そうして息子は怪しむ素振りもなく、美咲を抱き上げリビングを後に。息子の足音が聞こえなくなると、私は深いため息とともに、どさっとソファに座り込んだのだった。手にはまだ、美咲の胸の感覚が残っている。もし息子が来なかったら、私はその先を妄想して、外が明るくなるまで眠ることができなかった。そして次の日、約束通り息子一家とショッピングモールに出かけることに。孫と一日過ごせると楽しみにしていたが、昨夜のことが頭から離れず、私は美咲のことばかり考えてしまっていた。そんな悶々とした気持ちを抱えていると、一日はあっという間に過ぎていったのだ。それから家に帰り少しすると、それまで機嫌が良かった孫が、眠いとぐずり出した。疲れがどっと出てしまったのだろう。そんな孫を息子はいつものように抱き上げ、2階の寝室へ寝かせに向かった。私も今日はもう寝るか。寝不足の状態で考え事をしていたため、私も疲れが溜まってしまったようだ。そうして私は寝るために自室に足を向けた。すると、そんな私を見て美咲が声をかけてきたのだ。お父さん、昨日寝ちゃったからまた映画見ませんか？ニコッと笑った美咲の手にはワインが握られていた。外食で飲んだだけでは足りなかったのだろう。そんな美咲のお誘いに疲れも忘れ、私はすぐにリビングへ向かった。じゃあ今日はこの映画にしようか。私のおすすめが見たいという美咲に最近のドキュメンタリー映画を提案する。シリアスな展開が多いので、美咲は静かに映画に集中していた。話さない分、無意識に酒も進んでいるようだ。酒を飲むとすぐに眠る。私はふと昨夜の息子の言葉を思い出した。もし今夜も美咲が寝たら、平静を装い映画を見るものの、私は期待で胸が高鳴っていくことに気づく。そしてしばらくすると、隣から小さな寝息が聞こえてきたのだ。目を向けると、美咲はソファの上でまた寝てしまっていた。その姿を見て、無意識に喉が鳴る。昨日の続きを。私はそっとテレビのボリュームを下げた。ゆっくりと美咲に近づき、頬をつついてみるが、今日も全く起きる気配はない。昨夜と同じように無防備な美咲を見て、私の体がどんどん熱くなっていく。息子が来たことで見れなかった早急の頂き。今なら、お酒も入って起きないだろうと思い、昨晩と同じように、私は緊張で震える手を襟元へ伸ばした。しっとりとした膨らみが私をかきたてる。そして私はもう一度美咲が寝ているか確認。やはりお酒が回っているのか、全く起きる様子はない。その瞬間、私のあれは瞬く間に膨れ上がる。起きないよな。止まらない欲望のままに、私は美咲の唇に自分の唇を重ねた。目の前には美咲の寝顔。こんな状況で目を覚まされたら、私は緊張感漂う中、しばらく美咲と唇を重ねていた。そしてそのままワインの味のする口内を堪能し、空いた手で早急に触れる。こんなことしてはいけないと分かっていながらも、高ぶった気持ちを抑えることはできなかった。そんな気持ちの現れか、私の心は痛いくらいに固くなっている。しばらく私は、ふとこんなことを思った。このまま美咲で発散したい。全く起きない美咲を前にして、私は長年溜まっていた欲望をぶつけたくなったのだ。どうせ起きないと鷹をくくっていた私は、すぐに固くなった芯に手をかける。その時の私の理性は崩壊寸前。気づいた時には欲望のままに自分を慰めていた。そして少しずつ激しくしていた次の瞬間。あまりの激しさに美咲が目を覚ましたのだ。急いで手を引き抜き、
ズボンを履き直そうとするも焦ってしまいうまくいかない。え？お父さん？そして私が何をしていたのか悟った美咲は戸惑いの声を上げた。いや、これは。なんとかごまかそうとするも言葉が見つからず鼓動だけが早まっていく。すまない、妻が亡くなってから溜まっていて。私は結局言い訳にもならないようなことを口にしながら深く頭を下げた。しばらく沈黙が続く。何を言われるのか。これまでよくしてくれていたが、もう二度と我が家には来てくれないかもしれない。私の頭は鈍器で殴られたかのようにぐらぐらと意識がぼやけていた。しかし美咲は予想外の言葉を口にしたのだ。お父さんも男の子ですし、たまっちゃいますよね。何を言ってるんだ。私は一瞬何が起こったのか全く理解できなかった。するとあっけに取られていた私の手を美咲が自身の膨らみにあてがったのだ。今日は特別ですよ。驚く私の口に美咲は自ら唇を重ねてくる。最初はかなり戸惑ったが、私は美咲の勢いに身を任せた。そしてその後、私と美咲は言葉も交わさず、何度も何度も互いを求め合ったのだった。そうして翌朝、昨夜の常時などなかったかのように、私と美咲は普段通りの会話をしていた。息子も怪しんでいる様子はなく、いつものように私を気にかけてくれる。何も知らない息子の笑顔に胸が痛んだが、この欲望だけは抑えられない。それから朝食が終わり、息子が帰りの準備のために客間に姿を消す。すると、見計らってか、美咲は私の耳元で、気持ちよかったので、来月も楽しみです、と囁いたのだった。いかがだったでしょうか。